どうもこんにちは。ゲームボーイエミュレーターを作るの続きを今日もやっていこうと思います。今日から本格的に PPU ですね、あのグラフィックスの方の実装に入っていこうと思います。前回は後半で少しだけあのこの OAM っていうね、あのスプライトですね、あのキャラクターとかを出す処理について少しだけ見てたんで、今日はこの実装をしていこうと思います。で、その前にあのコメントでね、ちょっとお叱りを受けたので、その修正をしたいと思います。インタラプトの綴りが間違ってるということをね、言われまして、R がね、やっぱ2つ。インタラプトがこれ正しいのは、これが正しいんで、これに直します。はい。本当にね、参りました。弱くてね、こういう綴りとかに、めちゃくちゃ弱いんで申し訳ないんですけど、はい、インタラプトと、インターラプト合ってるね、合ってるはずです。はい、ということで全置換したから多分大丈夫だと思うけど、一応流してみるか。カゴランでインタラプト、うん、 OK ですね、まあ、とりあえず多分まあ大丈夫でしょう、置き換えただけだから。はい、ということでこれで一旦終わりと。あ、 CPU のテストやんなきゃいけないんだけど、まあいいか。はい、ということで、OM なんですけど、まあ、このあたりの実装と、ちょっとこの次のページもね、関係があったんで、この次の話も少ししたいので、まずはちょっと読むところをやっていこうかなと思います。OM のデータ書き込みのところから読んでなかったと思うんで、ここから読んでいきます。で、推奨される方法は、まず、RAM のバッファーにデータ書き込み、次に DMA 転送機能を使用して、このバッファーを OM にコピーすることですということで、この OAM の、範囲ですね。この、どこだっけ？ここが FE00 から FE9F までの間に直接書き込むんじゃなくて、この DMA 転送ってやつをやると、あの、高速に書き込むことができるんで、それを使った方がいいよっていうようなことが書いてあります。これもファミコンに同じような機能があったんで、それを、と、まあ似たようなものに、ほとんど一緒かなと思います。はい。ないと思ってたんですけど、ありました。はい。この辺はね、一緒だったんですね。で、通常アクセスによって OM 領域にデータを書き込むことも可能ですが、これは H ブランク及び V ブランク期間中にのみ機能しますということで、そうですね、あの、V ブランク中じゃないと書き込みができないんで、この DMA を使うことで、いつでも書き込んでも、まあ、大丈夫になるっぽいようなことが書いてました。あの、こっちのね、エミュレーティングザゲームボーイだっけの方の、DMA 転送のところに書いてありましたね。確かこの辺に、あれどこだっけ、あ、LCD の章に書いてある。前の章ですね。LCD、液晶の章に確か書いてあって、この辺にステータスじゃねえや。あら、どこだっけな。DMA 転送が何とかとか書いてたんだけど、どこだったかな。あら、どっかにあったんだけどな。あ、この辺か。この辺かな。この辺に多分書いて、あったような気がしたんだけど、書いてないか、書いてないな。はい。まあそういうことなんで、ちょっと見つけたらまた言います。DMA 転送で送るっていうのは早くて安全でいいっていうことで、多分これをほぼ全てのソフトが使ってるので、こいつを実装しないと、そもそもスプライトの領域に正しいデータが書き込まれないので、この DMA 転送を作んないといけないということですね。で、オブジェクトの優先順位と競合というのがありますね。優先順位が2つあるということで、優先順位は、これか、これですね。優先度。はい。だと思う。ここね、7ビット目のところにあるやつで、こいつが、2つの異なるオブジェクトの不透明ピクセルが重なり合う場合、こっちか。各スキャンラインの OM スキャン中に PPU は各オブジェクトの Y 位置と比較して LY を
LY そのラインに描画するオブジェクトを最大10個選択します。そうですね、今の Y 座標のとこどこを描画するのかっていうところで10個以上書けないんで、先頭の10個を書いて終わりになっちゃうんで、なんかそこにこういっぱいあっても12個13個あってもその残りは書かないっていう風な仕様になってるので、そこも一応まあ書いてもね書くだけなんで、追加で書かれるだけだから別に問題ないと思うんですけど、一応そういう制限があります。で PPU は OAM を、FE00 から FE9F まで順番にスキャンして、適切に配置された最初の10個のオブジェクトを選択しますということが書いてますね。はい、例えば11個書いたとしても、書くっていうプログラム書いたとしても11個目はかからないから、多分プログラムをゲームボーイのソフトを作るときに10個までしか書かないよっていう制限をかけて、ドラクエとか顕著なんですけど、ファミコンね、ファミコンも同じような制限があって、8個だったかなくらいしか書けないっていう制限があって、ランダムにこう描画順を入れ替えることで、その1フレームは出てないんだけど次のフレームで出るから、こう高速で見るとこう点滅してんだけど、パッと見は点滅してるようには見えないっていう、そういう目の錯覚を利用してこう横に並べるって、8個以上のオブジェクトを並べるっていうのを やるんですけど、やってるみたいなんですけど、そういったことが起きないようにそういうふうにうまいこと調整して見えるように作ってるはずだから、あんまこの辺はねエミュレーターとしてはあんま気にしなくてもいいと思います。はい、PPU はオブジェクトを選択するために Y 座標のみをチェックするため、画面外のオブジェクトもスキャンラインあたり10個のオブジェクトという制限にカウントされます。オブジェクト X 座標を Y イコール0または X168 に設定するだけで非表示になりますが、制限にカウントされるため、OAM の後の別のオブジェクトが描画されなくなる可能性があります。画面外のオブジェクトが描画上のオブジェクトに影響を与えないようにするには、そのオブジェクトの Y 座標を Y イコール0または Y が160以上に設定してくださいということで、これも、作る側ですね、ソフトを作る側の話なんで、あんまりエミュレーター側としてはここまでね厳密に作んないくても、見えるは見えると思うんで、あんま気にしなくていいと思います。はい、で描画の優先順位ですが、2つの異なるオブジェクトの不透明ピクセルが重ねある場合、どのピクセルが表示されるかは別の種類の優先順位によって決定されます。つまり優先順位の高いオブジェクトに属するピクセルが優先されます。ただし GCB モードではこの優先順位を異なる方法で決定されます。書いてますけど、CGB か CGB はゲームボーイカラーなので、気にしなくていい。でスプライトって今4色ありますけど、4色のうちの1色確か多分固定で、この色は描画しないっていう風になってるんで、そこだけ抜けるんですね、色が。で背景が見えるっていう風になるんで、だからスプライトで書いてあるマリオとかね、動くやつ、自分で操作するやつは全部スプライトで書かれてるんですけど、丸っこいカービィとか書くときに端っこというかね、不透明ピクセルが透明ピクセルがあるんで、これ逆の話してたけど、透明ピクセルがあるんで、そこだけ抜けるように書かないっていうような処理が別途入るんで、そこだけ注意必要かなと思います。ここはいいかな、はい、というような感じです。ということで、この辺のコード化をしていきましょうかね。 OAM の範囲っていうのがまず FE00 から FE9F なんで、この範囲に書かれた場合に PPU の方に処理を持っていくというのをまず書いてみましょうか。はい、この辺でいいかな、ここでいいだろう。あ、そうだ、 0x ちょっとこの話しとかないと忘れそうだから、ちょっと後でやろう。 0x9f がセルフの PPU のライト OAM OAM だっけ、ライト OAM でいいかな、ライト VRAM OAM ライト OAM でいいか。
OAM にしとくか。で、value ということにしておきましょうか。はい。はい、で、write OAM。あ、あと、アドレスと、アドレスと OAM を渡す感じにしましょうか。Lite VRAM の方がいいのかな？ Lite VRAM。いや、こっちはいいだろ。Lite VRAM ってなってるけど、なんかこっちは Lite Tile とかにしときゃよかったかな。まあいいや、Lite OAM にしときましょう。はい。で、Pub で Lite OAM。Lite OAM で、アドレスと、バリューかな。あ、そっか。1800ってなってっから。VRAM、あ、これ、Lite VRAM に書いた方がいいんだろうな。多分ね、アドレス引いて VRAM begin でなんちゃらやってるから、VRAM サイズ。いや、いいのかな？ 8000 から QFFF ってなってから、まぁ、あ、ちょっと違うかな。まぁ、あ、いいか。別にしときましょうか。一応ね。うん。まぁ、あ、こんな感じにしておいた方がいいだろう。で、セルフのインデックス？インデックスじゃねえやな。アドレス U サイズのでリードで同じようにやってみようやと。リードできんのかな？ OAM の部分って。一応できるってことにしておこうか。はい。VRAM begin end。 8000から QFFF だから、この範囲の外だよね。大丈夫だね。はい。一応リードもじゃあ作っておこう。リードこれライトだよね。リードの方も同じように作っておきましょう。はい、この範囲だったらリード OAM ということで、一応読み込めるようにしておきます。はい。リード OAM はなんで怒られた？アドレスが U16 だから。はい。ああ、で、U8 型返さなきゃいけないんで、こんな感じか。うん。アドレスが、あれ ?U サイズ。あれ ?U16。あ、U サイズになってるのか、これ。こうかな？うん、こんな感じですね。はい。OK。じゃあ、あとここの実装していくんですけど、その前にね、ちょっと一個言っときたいことがあって、これ忘れちゃいそうなんで言っておこうと思いますけど、これ、ブートロムってやつが、今もうガン無視してるんですけど、ブートロムっていうのは、電源入れた時に任天堂の動画が落ちてきてピコーンっていう処理のことです。はい。で、このブートロムの本体は任天堂のライセンスが絡んでるんで、そのまま持ってくるのはちょっとできないものになります。はい。なので、なんかその代わりにね、フリーのブートロムっていうのがあって、なんだっけ、ゲームボーイ。フリーブートロムとか、確か、あ、グリーンになってた。フリーのブートロム。あ、これ。これとかね。これが見てたやつか分かんないけど。あ、これだわ、これ。はい。なんか、こういうね、ブートロムと大体同じというか、ブートロムの中で使われている命令だけを使って、同じようなことをする、100ビットかな ?100 ビットくらいの、100ビットだよね。確か100ビットの、命令のセットっていうか、まあ、プログラムがあって、こいつを、任天堂のゲームボーイの本体のブートロム使えないんで、まあ、その代わりにこれ使えばいいよっていうのでね、公開されてるものが
あるので、まあ、こういうのを使うとあのピコンっていう処理もね一応なんか作ることができる、作ることができるというか、まあ、代用することができるみたいですね。でここはね多分あの組み込まれてるんで頑張れば自分の、 あの好きなロゴに書き換えることはできる気がします。できないかな、できると思うんだけど、確か任天堂ってロゴがね組み込まれてたんで、あそこがあのドットの、 あの表記になって、ドットの表記っていうかね、あの任天堂のタイルが書かれてるところがあるんで、そこを書き換えてあげれば多分ここが変わるっていう風になってるはずなんでね、これ頑張ればこういうのができるみたいですちゅう話。はい、じゃあ、OEM 作っていこうか。OEM はね、こっちか、40個のエントリーがあるんで、まず40個のこの OM スプライトの定義を書いていきます。よいしょと、まずはここの上あたりに、ここでいいか、ストラクトの、スプライトにしちゃいますね。で、まず、Y ですね、 U8 型で、 X もU8 型なんだ、 U8 型でいいんだ、 U8 型で一つで、次 YX でタイルインデックスが次に入る、タイルインデックスが U8 型で入って、で属性フラグ、U8、まあ、一旦 U8 にしちゃいますね。なんか分けてもいいんだけど、そんなになんかいろいろなとこで参照するもんじゃないから、まあいいかなというとこです。はい、まあこのスプライトがありますよと。で一応インプル作っとくか、インプルでスプライトを作って FNNew で、Y の U8、X の U8、タイルインデックスの U8、アトリビュートの U8 をもらって、いるかなこれ。で、スプライトを作る。Y の X のタイルインデックスのアトリビュート。はい。まあ、とりあえずこんな感じで、はい、まあ、必要だったらこのアトリビュートの値取るのはここにあの作っていこうかなという感じでやっていこう。はい、でここのところにパブでスプライツというのを作って、ここがスプライトの、40個っていう感じで作っておけばいいんだと思う。でスプライトのスプライトニュー、ああいいか、ニューの0000かの40個中ような感じで書いておけばいいのかな。ミスタイプエクスペクトファンドインテジャースプライツ、あ、ちょこうか。はい、でこれはコピートレイトがないとか確かそんな感じで怒られてると思うんで、デリブコピーを入れておけばいいね。合ってっかな。はい、コピートレイト入れるにはなんかクローントレイトとかいるんで、まあこれ全部一緒くたに入れちゃいましょう。はい、こんな感じで、これで入れ物ができたんで、まず OK と。で、元のデータも持っておいた方がいいので、元のデータも持っておきます。こっちはパブいらないね。OAM という感じで持っておいて、ここのサイズが、ここのサイズがですね、どこになった、あったよね、確かね。QF だから、A0 か。0xA0 サイズ分いりますよということで、
あ、こっちは A0 割る A0 割る4が40になってるはずなんだけど、はい、OAM がここにいりますということにしておきます。ちょっと今だいぶ適当にやってるから合ってっかな。0で 0xA0 ですね。はい、 QF の後が QF の次が A0 だから A0 にしてます。はい、これでいいはず。これでできたんで、OAM をライトの時はセルフの OAM で、アドレスから、はい、0x の、FE00 を引いた値ですね。 0xFE00 引いた値のとこに、バリューを入れてあげればよくて、で逆にリードの時はその反対というか、まあ、そこの値を返しゃいいだけなんで、はい、うん、これでいいと。で、ライトの時ですね。ライトの時は、ライト VRAM と同じような感じで、こんな感じね。スプライトの更新もここでやっちゃいます。これ全件やってんだよね。全件やってるよね。うん、よし。やっちゃいましょう。これ実装また時間かかりそうだな。ここで何やるかっていうと、セルフの OAM、なんだけど、4i in 0から40で分回して、セルフの OAM の i 番目が y でしょ、これ y、 ちょっとこれ書いちゃうわ。 y でレッドの x がセルフの OAM の i プラス1のとこに入ってて、レッドの、タイルインデックスがセルフの OAM の i プラス2のとこに入ってて、レッドの、イコールだ、アトリビューツがセルフの OAM のi プラス3のとこに入っててっていうのが、ずっと40個分こう4バイトずつね、どん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 ってなってるんで、それを取ってきて、でセルフの、これは大したことないよね、大したことなかった、セルフのスプライツの i 番目ですね、 i 番目割ることの割ることの4かのとこに、あ、4じゃないや、まあ、i 番目でいいんだ、 i 番目だが、これ違うな、 i×4 か、レッドで、どうしようかな、こっちが n で、こっちが n で、こっちが i にするか、 i が n×4 ですね。うん、これでいいや。はい、こうだ。で、そしたら N 番目のところの値っていうのは、スプライトのニューで、スプライトニューしなくていいんだけどな、 YX ちょっとこれ重そうだからちょっと直しますね、後でアトリビュートするけど、スプライトもできてるから、ドット y イコール y みたいなことやりゃいいだけなんで、ドット y イコール y ね。ちょっとこんな感じに後で直します。まあこういうことしとけば、スプライトには正しいデータが入ってるんで、描画値はこっちだけを見れば、スプライトだけを見ればいいと。で、生のデータは OM に入ってるんで、これまあリード OM のために OM 使っても置いときますけど、置いてありますけど、まあまあこんな感じにしておけばいいかなというところです。ちょっと、DMA まで行き着かなかったんで、次回ね、DMA の実装をして、まあ、描画処理の方に、この、スプライトの方の描画を入れてあげれば、出てくれるように、スプライトがね、描画されるようになるはずなので、ちょっとね、頑張っていこうと思います。ということで、今回は以上、次回は楽しみにチャンネル登録、高評価お願いします。では。